るよ。おお。なんか習いたてで、いいで自分でしてかかる時が強かったんで、スタートの時でした。あんな中村さん硬いな、あそこ。だからそれをやっぱやろうとしてて、ずれた感もある。で、その受けてる人みんな、加藤さん、受ける受ける、あ、やばい、受け身になった。加藤さんの教えの通りにやったら畑山さん喜ぶって勘違いしてる。加藤さん、ここからも強いですから。それはないか、ゴジータの結果なんか無理だよ、それ何惜しいっすね。それにあるとこだけ入れるよ。加藤選手覚醒ですね、これ。全部が右手。なんかゴルカシヌ生まれ込まなきゃね。ゴルカシヌ、なんかあのサイズになるよね。うわーそうそう。わー、それが。サイド止まってるよ、加藤さん。あー、加藤さん、絶対言っちゃダメだよ。これ、粘っこいっすな、パパも。加藤さん、元々だ。来た来た。中央まで来ました。お肩入れすぎ、肩入れすぎ。フレームの中どういうことですか。中村さんも信じられなくて、いや嘘でしょみたいなこと聞いたら、いやもう私たちが不思議ですけど顔されたりとか。あの似顔絵あの似顔絵貼るんで大丈夫です。あの似顔絵貼るんで大丈夫です。似顔絵もやんなくていい。いないことにして。声で上がらせ、声で。なんで存在だけなんかあのなんでですか。教祖さんみたいにあそこにずっと画像貼ってるんですよ。見えみたいに。なんかもう見えない。白黒です。これしかないですよ。すごいですね。30したいです。こっから止めて、そっからどうするかがその代での練習だから、うん、ちょうどパッとギャルやそこ本当だったら肘マイナスの圧なの前に出して立てながら。ハリーポッターやってる。編集して見つめてるでしょ。あ、今日朝やってた。あ、オーガみたいな。そう、みんなでシリウスブラックス。そう。ちょっと優しく映っちゃった。あ、ちょっとやりづらすぎたらね。始まるか。ありがとうございました。これからよろしくお願いします。どうでしたか初 USK の S&C。 マジっすか。なんかでも島とかに押されながらなんか噛まれた乗りました。違いました。まあ、少人数ではありましたけど、ね、これからもよろしくお願いします。なんかどうだったんですか。自信本気。おお。誰ですかこの背筋は。多かったサイドレンですよ。すげえな。ザ修行です。修行。進化しました。ありがとうございます。